年代以降、アメリカ海兵隊で運用されている小型軍用車両、偵察戦闘車の名称である。iFOB、インタームファーストアタックビヒクルは、日本語に直訳すれば、暫定高速攻撃車両、というような意味になる。iFOB は、メルセデス・ベンツ製の四輪駆動車である、メルセデス・ベンツ G クラスの W461 型 290GD を海兵隊が採用したもので、 出力 156HP のディーゼルエンジンを搭載している。M20 機関銃あるいはマーク19グレネードランチャーを車体後部に装備し、海兵遠征部隊及び海兵隊、武装偵察部隊によって偵察戦闘車として使用されている。フォースリーコンでは従来、DPV あるいはフェーブの故障で知られる小型の軍用バギーを運用していたが、この車両は、積載量、 火力が十分でないことから、ホースリーコンは、メルセデスベンツ D クラスを DPV の後継として採用することとした。アイホ r b はまた、海兵隊で、半ーよりも小型の車両として運用されていた M151 の後継車種としても使用されている。アイホ r b は1999年11月から、アメリカ海兵隊への配備が開始された。 総計157両を調達し、その一部はイラク戦争やアフガニスタン紛争への派遣部隊でも使用されている。ありがとうございます。